間違いない。ユースケたちはあの病院にいるはずだ。ユースケ、ピエ、クワバラク、これは4人のうち誰がかけてもやば。悠々白書クラマ役の尾形みみです。セーラーム、覚悟するがいい。ダルクサンダーね、ボクシー、私が門の中に入って内側から鍵を開けるよ。新たな時代に誘われてセーラーウラヌス華麗に活躍。舞台役者さんっていうのは一つの舞台を例えば1ヶ月の公演とかをやるために一月半ぐらいかけて芝居を徐々に作っていって、そして一つの芝居を作りますよね。でも声優さんっていうのはたった1日で、しかもテストが2回あり、それですぐ本番みたいな、その1ヶ月半かけて作るものをたった1日で作らなければならない仕事、1ヶ月半の中の切り売りではなくて1ヶ月半かけて作るものをたった1日でやらなければいけない仕事であり、また声っていうのも声だけの切り売りではなく、全身使って表現しなきゃならないものを声だけに込めて伝えなければならないという、すごいそういう意味ではとっても難しい仕事だっていうのを入ってから実感してます。いろんなバイトをやったんですね。でちょっとね、たくさんあまりにもありすぎて、ちょっと分かんないんで、自分の虎の巻っていうかシステム手帳に書いてきたんですけど、本当にまず最初は新聞配達とか、あとビラ配りとか、怪しげな英会話スクールの勧誘のバイトもしたし、あとエキストラとか、劇場案内の劇場案内、宝塚劇場の劇場案内なんですけど、そういうのとか、あとねお茶摘みのバイトもしたことがあるんです実は。で、あとディズニーランドもやりました。突然ですが踊ります。はい、決まった。いろんなミュージカルで稽古ピアノ、稽古ピアノっていうのは本番ではやらないんだけども、お稽古の時にみんなの歌を歌うのの伴奏のピアノっていうのかな。でそれをちょっとバイトでやっていて、それでその時にいろいろ縁があった方からちょっと誘われて、小さなカフェバーでちょっと弾き語りのバイトをしていました。遠い人よ今は私の彼はサリスト、腕は折られ目にはあざが、でも素敵シーンアルバイトで似顔絵のアルバイトをしていました。で似顔絵っていうのは私の入ってた劇団にファンクラブがありまして、そのファンクラブの会報をね作るのを手伝ってたんですよ。でその時に役者の似顔絵とかを描くのが私の担当で、シガゾーって初めてなんだけど似てる。下まつりのポイント。今まで話した内容ではいろいろめちゃくちゃなバイトがいっぱいあって、でじゃあ尾形は一体何を基準にしてアルバイトを選択しているんだろうとか考えられる方もたくさんいらっしゃると思いますし、ねっなんですけども、実は私は何も考えてませんでアルバイト情報誌を見、なんとなく興味のあるものをやりみたいな、そういう感じでアルバイトをしてきました。でまあアルバイトっていうのはどうなんでしょうね、いろんな人のいろんな考え方があるからいいと思うんだけど、また私の場合は芝居がやりたくて、すごい何て言うのかな、芝居をやるためにもっとダンスのレッスンをやるためにとか、もっと何かをやるためにっていうんでアルバイトをしたんで、で目的を持ってやったから結構きついバイトとかも割と頑張ってやってこれたんだと思うんですね。で
だからまあみんながもしアルバイトをするんだとしたら何でもいいからそういう目的を持ってやってみると結構いろんな仕事が楽しいなって思えるかもしれないですよ。夢は素敵なばあさんになることです。なぜそういう言葉になったかというとだから一瞬一瞬すごい大切にしてでなんかいつもいつも楽しいなと思ってやっていったらねそれを突き詰めていくとそういう風な結果になるんじゃないかなと自分なりに思っています。皆さんも素敵なじいさんばあさんに一緒になりましょうね。明日はセーラーナース役の富澤美智恵がお送りします。